ネズミドリカは、鳥類、ネズミドリメカリオホームズの唯一のトガである。ネズミドリと総称される。アフリカ大陸全長は、約30、36センチメートル。頭にカウがある。羽毛は灰色などくすんだ色をしている。通常、鳥の体を覆っている羽毛の大部分には、羽張ばりと呼ばれる、針状の小突起があり、これによって、羽毛同士は引っかかり。 まくれ上がらないようになっている。しかしネズミドり目にはこの羽張りがないため、羽毛がまるでネズミの毛のようにボサボサと立っている。跡が4本すべて前を向くみな前跡足だが、より詳しく言えば、跡、跡と、外跡を後ろ向きにできる、ズイー対し足である。これは、樹上生活に適応した結果である。樹上で10、30羽程度の群れを作って、生活している。 時折、群れのメンバーがまるで押しクラまんじゅうのような塊を形成することがある。これはクラスタリングと呼ばれ、ネズミドリカ特有の行動である。餌は主に果実、種子、花などの植物食だが、稀に昆虫も食べる。樹上でネズミのように走り回ることから、ネズミドリと呼ばれる。伝統的に単独でネズミドリ目を構成してきた。 シブリー分類では、ネオブスの6つの小砂の1つネズミドリ小砂コリエを単独で構成していた。系統的には、スズメメなどからなるランドバーズ系統の一員である。詳細な系統は、不確実だが、フクロウメと姉妹群である可能性が高い。二属六種が属す。シブリー分類ではこれらをネズミドリアか、コライニーとオナガネズミドリアか、ユーロクライニーに分けたが、 いずれも人絵型であるためほとんど使われない。ありがとうございます。